レバー・バートンは、アメリカ合衆国の俳優、監督、プロデューサー。軍に所属する、父親の仕事のため、西ドイツで生まれる。南カリフォルニア大学にて演劇を学ぶ。エミー賞に、ノミネートされた、テレビドラマ、ルーツのクンタ・キンテ役や、テレビドラマ、シンスタートレックのジョーディラホージ・チュ意役で知られる。アメリカ本国では、リーディングレインボーの司会者兼プロデューサーとしても、 長年活躍し、同番組で、デイタイムエミー賞や NAACP イメージアワードなどを数度受賞している。また、新スタートレック出演中にテレビドラマの監督としてもデビューし、スタートレックシリーズのほかチャームドなどの監督も務めたことがある。1990年には、ハリウッドウォークオブフェームに星型プレートが埋め込まれた。 ビデオアニメ再放送は2009年まで継続された。ありがとうございます。